はい、おはようございます。三国志大戦の方ねやっていきます。どうもハルポンです。はい、4回目かな動画。今ねレベル24まで来ました。戦力は9万3000っていう感じですね。結構強くなったんですけど、ちょっとね武将も結構集まってきて、見てください、ウルトラレアが5人いますよ。あの劉備、あの3日目のねログインボーナスで劉備か曹操か孫権か選べるんですけど、俺は劉備を選びました。理由としては、ウルトラレアの職の数がね2人いたためですね、多かったんですよ。ただねちょっとねこれ別にねウルトラレアでデッキ作ったからといって多分強くないっす、これ。このゲームで、あのやっぱりね陣営を完璧に揃えたりとか、なんか連携とかあるんすけど、そこら辺ちょっとね考えていかないと結構難しいっぽいっすね。はい、実際ね今ねとりあえずこれはありったけのね俺の強いやつらを入れてます。はい、っていう感じかな。で、まあ現状はまあこんな感じで、この4回目はねちょっとねもちろんウルトラレアが一番ランクが高いんでね強いかと思われがちなんですけど、このね準優がね俺結構強いと思ってんだよね。はい、その能力がね見てください、計略大水系。戦闘開始同時に発動者と横並びの全敵将に対して地の差に基づき発動者の物理攻撃 300% の通常ダメージを与え、60秒間にあたり移動速度マイナス 20%。 このねまず最初にねかなり強力なダメージを相手に与えます。はい、でしかも準優知略高いんでね、はい、結構ダメージ与えます。で、実際にね、その様子をちょっと見てもらいたいんで、クエスト行きます。どのクエスト行こうかな。これ、長領じゃないな、欲しい。小教の小根か。ちょっと待ってくださいね。学神か。これ行きましょうか。戦闘っていうことでね。はい、敵結構来ましたね、敵さん。はい、この辺のコメントはね、ちょっと置いといて、相手は頭角です。頭角ね、頭角って言っちゃった。はい、まずね、この横並びの一列っていうのは、準優がこう前に出たら、前衛にね、ほら、今枠が出てるんですけど、黄色い、ここに当たります。なんで準優を後ろに下げるとこの辺ですね。で、一番後ろに下げるとまあ一番後ろに当たると。なんで、前3人に当てたいんで、一番前に置きます。で、なるべく敵とぶつかりたくはないんで、端っこですね。はい。で、ちょっと、細分岐は押さえて、こういう感じかな。はい、ちょっとこの陣形でいきますね。いきますよ。いきなり、準優のね、大水系、発動しますからね。はい、進軍ということで。回戦。ほら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 、見てください、今の。今の見ました。はい、細分岐の望郷の歌を発動してね。はい、まず相手の盾兵をぶっ殺しました。ここね、ちょっと劉備の能力、3体に劉備の大徳っていう感じでね、物理系攻撃ダメージアップですね。はい、残るは董卓と槍兵のみ。お、来た、董卓の能力。あー、回避しましたね。うい。しかもね、準優ね、聖シャツって弓もね、結構強力なんですよね、攻撃が。
はい、倒しましたね。見ましたか、この準優の能力。準優クソ強くないですか。ほら見てください、統計でもね、準優のダメージがかなり高いです。びっくりするぐらいね。もちろん武力とかは旅費とかね、耐死時とかの方が高いですよ。はい、ただ準優の総ダメージがまあ一番っていう感じでね。こいつマジ使えるんでね、俺 S レアの中で、スーパーレアの中では今んとこね、一番使えるんじゃないかなっていうふうに思ってて。でね、割と S レアなんで手に入れやすいんですよ。で、手に入れたらね、このスキルをレベルアップできるんですよね。ここに材料武将を入れて、まあレベルアップは確率があるんですけどね、どうかでやればもちろん低いですし、現法でやったらね、習得確率が高いという感じです。はい、俺この準優結構好きっすね。はい、また第三国志でもね、準優イケメンです、強いですよね。そんな感じでこっちの三国志大戦でも強いっす。はい、ちょっとねこの準優をちょっと見せたかったっていう感じですね、今回は。はい、ちょっとなんかクエストいきますか。これ勝てるかな、ちょっとやってみますか。これも準優をちょっと活躍させたいと思います。この顔料ね、結構強いんですよ、相手の顔料が強力なんですよね。はい、これも準優ここに置いて、劉備をここかな、こんな感じかな。はい、よし、行きます。回戦、まず大水系である程度削ってね、たまに回避されちゃうのがちょっと悩みなんですよね。おい、相手二部隊撃破、やばい、来た幽谷の大進撃、顔料のね大アタック。ただこっちも残雲撃で、よし、あとは劉備の体得で物理系攻撃ダメージアップ。ちょっと大詩人のスキルも見せていきましょうか。天衣無縫、めっちゃかっこいい名前は。わー、倒した。これはまあ多分統計準優じゃなさそうだね、やっぱね。違かった。まあでも、このね、こいつ放散機っていうんかな、なんていうのかわからんけど、このそれに続くね第2位のダメージですよ。 S スーパーレアなのにもかかわらず相手の感じは強えな、やっぱり。はい、よし、これで 100% なった。 OK ゲット。はい、まあこんな感じでね、やはり準優強しっていう感じですね。どうですか、ぜひね準優ちょっと使ってみてください。ほんまに強いんで。しかもね、この 戦力もねめちゃめちゃ高いんだよね。16,520、レベルとか一緒っすよ、ウルトラレアとかで。ただ多分技能がねレベル3っていう一人だけ高いんだよね、他はまだレベル1なんで。はい、まあこんな感じですね。ちょっと準優を喋り、順位についてね喋りたかったと思って。はい、では、はい、じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。ではバイバーイ。